このチャンネルでは毎週テニスコーチがテニスに関する動画を公開します。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日も始まりました気ままにテニス道場の林です。今回はなんとスペシャルゲストに来てもらいました。スペシャルゲストは大杉でーすじゃなくていつも通り。もう寒いわ寒いわ寒いっすよ。見てて寒いっすよ。はい、ひどいんすよ、この男。じゃなくて、今回は。チャンネル登録解除してね。今回はなんと、全日本ダブルスチャンピオンに来てもらいました。解除よろしくお願いします。解除してください。解除よろしくお願いします。森崎かな子プロです。お願いします。このチャンネル初のプロの選手が来てくれました。初いただきました。めっちゃ恥ずかしいです。何ですか？隣普通のコートなんで。急にあの一般人が撮影し始めました。はい。何そのこと？え？森崎かな子さんは通称バズかなで今、はい、絶賛発売中。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 ぜひぜひチェックをお願いします。で今回はダブルススペシャリストなのでダブルスで大事なことをねちょっと聞いていきたいと思います。はい、はい、でダブルスで特にボレーやどこの部分が大事になってくれますか。1個挙げるとしたら1個挙げるとしたらやっぱりそのコーチに出る時の斜め前の動き斜め前っていうところを私はなんで笑ってんですか。すごい真剣なのに。変な相槌が。全然気にしなかった。斜めの動きです。斜めの動き。はい、斜めです。コーチね。コーチないですね。出よ。出よ。確かにマジ出よ。出よ。迎えていいから。斜め前に動きたいと思うんですけど、結構動くタイミングとかも。結構どのタイミングで斜め前に動いたらいいんかっておどおどする。今出ようと思っても出れなかったりもすると思うのでその斜め前に行くって思った時のタイミングとかどういうとこを考えたりは。それはもうもちろんやっぱり相手を見て相手がこの本当にこの打つ瞬間この前後のところでやっぱり出るっていうのが一番なんですけど、まあ、そんなの最初から分かるわけないのでなのでもう本当に出てくださいっていう勘でいいんでまずは大事でも出ないと意味がないっていう。とりあえず出ようポーチってここでポーチするもんじゃないって出て怒られてるよみんな怒られてるよ出て怒ってない斜めに行くっていう動作が大事なので、はい、やっぱりまずは出てみる。まずは出る、はい、向かれてもいいからね。はい、最初は、はい、じゃあ実際にどんな感じ出るかをちょっと見せてください。はい、はい、やりたいと思います。はい、ギリギリ。こうやって斜めに動いて、もうネットギリギリに行くぐらいまで、もうそのぐらいネットギリギリまで詰めちゃっていいんですね。もう当たるギリギリぐらいまで。もう出ちゃって結構横に行って横に行くとネットの距離遠くないですか。そうネットが遠い。でも斜めで立ったらもうポーンってやっただけで、まあ、当たれば当たれば入る。こんな振ったらあれですけど振ることないこんな振ったらあれ
同じこと言ってるよ。売ることないと思うので。ああ。斜め前にしっかり入って、はい、まあネットが遠いし、あとは横に動いちゃうと多分ボールがどんどん逃げてっちゃうし。そうですね。守備範囲が広くなっちゃう。広がるんで、斜め前にしっかりと動いて。みんなと同じこと言ってるよちゃんと。じゃあもう一度最後見本をお願いします。おーい、もうこのぐらい。あと相手もこうやって前に来ると圧がめっちゃあるのでガオーとライオンだとグッて、そうそう、低くても余裕、まあ、ネットギリギリあればもう基本的に高いところで捉えることができると思うので、はい、この動きはもう絶対マストですね。マスト、もう斜め前に、斜め前に、はい、マストです。でもう抜かれてもまずは出てみる。まずは、はい、まあ、抜かれても、まあそうしたらね、ポーチボレーがうまくならないから、まずはもう自分ではいけるかなと思ったタイミングでも、はい、まあ、一か八かでも、まずはそうですね。あとやっぱり出ることによって相手もプレッシャーになるので、でやっぱストレート打たなきゃとか、うわ出たらどうしようって、多分絶対そういう、自分がもしやられたら多分そうなると思うので、出るってことは大事だと思います。そうですね、サイドアウト、はい、でミス誘ったりとか、そうですそうです、難しいリターンなのにストレートに打ってくれてミスとかもねあるので、はい、この出るっていうことを、はい、ぜひぜひ、はい、はいはい、やってみてください。はい、バズカナさんありがとうございました。来るかもよ。打てちゃうの？行っちゃうかも。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。解除でーす。解除でーす。